こちらのタチウオ。はい、どうも、ゆきです。本日はこちらのタチウオを使ってさばいてお刺身にしていこうと思います。とっても簡単に作れますので、ぜひ最後まで見ていってください。ではいきましょう。さあ、いくぞ。はい、では早速さばいていきます。ではまず、このままだとね、まな板からはみ出てしまってさばきづらいです。なので半分にね、切ります。こんな感じですね。で、頭も取っちゃいましょう、ついでに。で、タチウオはね、こんな感じでね、鱗がついてませんので、もう早速、3枚におろしていきます。タチウオはもうここまでね、骨ががっつり入ってますので、もう本当にね、剃っていくだけですね。とても簡単におろせます。まずこんな感じですね。で、次裏面です。はい、まずこんな感じですね。もう半分も同じようにさばいていきます。こんな感じで三枚おろしの完成です。では一回まな板の方ね、綺麗に洗っていきます。はい、では次に腹骨をね、すいていきます。はい、ではそうしましたら、こちらの皮目に切れ込みを入れて炙っていきます。こんな感じですね。それでは残りのね、身もやっていきます。はい、こんな感じですね。それではね、ガスバーナーで炙っていきます。はい、こんな感じです。こんな感じですね。では次に足合いの方を準備していきたいと思います。みょうが、大葉、すだち。はい、ではこんな感じで足合いの準備ができましたので、盛り付けていきます。本
日はこれで完成。皆さんいかがだったでしょうか。本日はね、こんな感じでタチウオのお造り作っていきました。いただきます。やっぱりタチウオは本当に美味しい魚ですね。それと炙った刺身とすだちの相性もやっぱり抜群です。タチウオは塩焼きにしても天ぷらにしても本当に美味しい魚ですので、ぜひ皆さんも買ってさばいて食べてみてください。では次の動画でお会いしましょう。 See you later. ありがとう。